インターネットテレビウィルズオブ看護デスクの山根です。本日は漫画家の清水智美さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、ワックから清水さんの最新刊が、出ました。こちらですね、命がけの証言ということで、今現在進行形で起きているウイグルでの、中国共産党政府による人権弾圧、民族浄化、その実態を告発する、人たちの証言を元に、清水さんが漫画にして描かれています。で、まあ、今回はその本の紹介も兼ねまして、いろいろとお伺いしていきたいんですが、まず最初に、まあ、視聴者の方も気になっているであろう非常にこう重装備ですが、はい、フル装備で、フル装備ですが、それはやっぱりこう扱っているテーマの関係上、やっぱりいろいろと危険なことがあったりするんでしょうかね。私が最初にメディアに出させていただいた時に、最初は顔を出し していたんですね、はい、最初の30分だけなんですけれども、生放送で。というのはやはりウイグルの方たちが、証言を自ら顔を出して名前を出して始めたという話を聞いて、彼らの方が立場的にとても危ういのに、日本人である私が顔を出さないというのはちょっと、その番組に出て生放送で、とても集中的に攻撃が、来たということで、番組側がすぐに私をモザイクをかけるという判断をしたということと、あとその時に共演してくださったこう先生方、高橋陽一先生と加藤清隆先生のアドバイスで、もうこれからあなたは顔を出さないで活動をした方がいいということを聞いて、それ以来、こういう形で登場させていただいております。なるほど、わかりました。で、そもそもなんですけど、このウイグルを題材に漫画を描こうと思ったきっかけっていうのを教えていただければ。一番最初にウイグルというか、そのものを知ったのは、2007年、はいの、NHK さんの関口智弘さんの中国鉄道の旅という番組で、カシュガルが最終、終着地点だったと思うんですけれども、そのシーンを見て、それがウイグルってその時は分からなかったんですけれども、こう一面の綿畑がありまして、そこでこう一人の農夫の方が綿摘みをしてたんですね。でもものすごく広大な土地で、そこでこう素手で彼女が綿摘みをしているんですけれども、関口さんが声をかけても、こうほぼ無反応というか、あまりこうリアクションがなくて、目も合わせないみたいな感じで、こうただの旅番組として見ていたのに、すごくこちらは違和感があって、不自然ですね。不自然で、後になって思えばですけれども、その後見張りの方が来ていたりとか、迎えに来て旦那さんがすごくこう硬い表情だったりとかっていうシーンもあったんですね。その時はそれがすごい不自然で心に引っかかっていて、でその後こう東トルキスタンからの手紙という、こう文章が、ウイグルでのこう実情を表したものだったんですけれども、そういうものがブログで回っていて、それも私は見て、でも東トルキスタンとその時のカシュガルっていう地名もすごく結びつかなかったですし、こうちょっと自分ではこうその時は、なんか世界のどこかでこうひどいことが起きているっていうのは分かったんですけれども、全然こうつながらなくて、でもその後虎ノ門ニュースを毎朝視聴するようになって、いろんなジャーナリストの方々が、ウイグルでのこう現状をレポートしてくださって、その時に本当にこう衝撃を受けて、自分でもこう調べてみようと思って調べ始めたっていうところが、こうウイグルを知るっていうことのきっかけで。関口智弘さんって、サンデーモーニングで有名な関口博さんの息子さんですよね。そうですね。で、それ一つのきっかけだったっていうのは、少し皮肉ではあるんですが、別人格かなと思います。起きていることがこう
どうやら、まあ、本当らしいと。でも、生きたまま臓器を取り出して、それをカシュガルのこう空港で臓器専用の通路があるなんていうことをこうニュースとかで聞いたことないじゃないですか。だから全然報道でもその地名も何もかもわからない中で、こう周りの友達とか家族友人に言っても全然本当なのか嘘なのかわからないみたいな反応をされて、ちょっと私がちょっとこう人格的におかしい人になってしまうなっていうところもあって、あまりこう口コミで伝えるっていうことはちょっと控えてたんですね。でもあまりにもこんな恐ろしいことがほんの日本の隣国で起きているっていうのに、私たちはそれを知らないし全くと言っていいほど報道されてないっていうことが、もうそのことこそが恐ろしくて、とにかくこれはあのこのことを知ってもらわなければ何も始まらないと思って、で私は20年以上前にこう漫画家としてデビューしたことがあって、まあ、それで漫画を描くスキルは持っているので、漫画だったらちょっと政治にこう詳しくない人にもこう理解してもらえるように伝えられるのではないかと思って、一番最初のウイグルの作品の、その国の名を誰も知らないという作品を書いたのがきっかけです。その国を最初の作品を書いた後に、こうウイグルの方が、在日ウイグル人の方がすごく声をかけてくれて、本当に書いてくれてありがとうっていう感じになって、でまあ、その中でもっと書いてくださいってすごく言われたんですけれども、私はちょっとウイグルのこと全くわからないんで、ちょっと書くつもりはなかったんですけれども、その後にあの明治大学で行われた、証言集会っていうのに誘われて、それに行ったんですね。そしたらそこで証言があったのが、あのその私の身に起きたことのミフリグルさんの証言だったんです。なるほど。最近のニュースだと、あのポンペオ国務長官がその退任の直前に、そのウイグル族の迫害は、完全なこの集団虐殺であるというふうに認定しました。で新しく、まあ、バイデン政権になりましたけども、その、ブリンケン氏ですか、新しい国務長官のブリンケン氏も、まあ、そのポンペオさんの言っていることは、まあ、正しい、同意するというようなことだったんですけども、それについてなんかウイグル人の方ってどういうふうに思われてるんですかね。そうですね、まあ、私のところにも、昨日ウイグル知り合いのウイグル人の方から、まあ、メールが来まして、やはりその報道を、まあ、車の中で、ニュースで報道されていたのを聞いたそうなんですが、もう聞いた瞬間にもう号泣してしまいましたと、もう本当にアメリカという国の、政府がこれをはっきりと言ってくれた、認めてくれたっていうのは、彼らにとって私が考える以上にこう大きいことだったみたいです。それからあのウイグル族ということでものすごく報道されてるんですけれども、それはまあ何人かのウイグル人の方がやはり族と呼ばないでほしいということはとても訴えてました、この報道で今回とても嬉しいんだけれども、ウイグル族というふうに報道されているので、私も今ウイグル族と言ってしまいましたね、やはり族というのは、あの中国共産党が、ウイグル人を少数民族だと、とても少ない人口 の、あのいつ消えてもおかしくない民族だというふうに、こう印象操作するための一つの手段で、それを何度申し入れしても言っても、報道機関の方は直してくれない、ということは、おっしゃってましたね。族ではなくウイグル人と、人とぜひぜひお願いいたします。であのアーノルド・シュワルツェネッガー氏はあのトランプさんに関してその現代のヒトラーだというふうな非難をしてたんですけど、それは違うだろうと、現代のヒトラーはまさに習近平だと思うんですね。そのあたりシュワルツェネッガー氏もぜひこのね命がけの証言を
読んで勉強していただきたいと思います。お願いいたします。はい、見る本誌の方でも、まあ、このままこの中国のこの応募を許してたら、まあ、いずれ日本も、まあ第二のウイグルチベットになるぞというような警鐘を鳴らすんですけども、なかなかそのリアル危機感がやっぱり日本人ってないみたいで、やっぱり台湾とか香港の方々は、まあ、中国共産党の怖さっていうのを知ってるじゃないですか。はい、なのに、日本人になかなかこの意識が育たないっていうのは問題だと思うんですけど、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、まあ、私の作品に、ま、真っ先に反応してくれたのも、香港と台湾の若者でしたし、まあ、日本の若者もとても反応してくれたんですが、やはり中国という国が、まあ、他のアメリカとヨーロッパなど、他の国と同じような国だという理解で、どうしてこういうことが起こってるのかわからないっていうところがあるようで、まあ普通に考えたらその現代でこんなことがありえるのかって、はい、やっぱ思っちゃいますよね。それぐらい、もう想像を超えるぐらいひどいことは今行われているので、はい、なかなかこの現実味っていうのがなさすぎるのも、はい、まあ、一つ の, その原因かもしれないですけども、そうですね、うん、やっぱり今回もそのポンペオ国務長官の件で日本のメディアもようやくこの問題についてまあ報じるようになって、やっぱりマスコミがまあ中国共産党に忖度するのではなくて、これはもう日本の国益、いずれまあ日本もこのようになってしまうかもしれないというまあ危機感を持ってまあ報道してほしいと思いますので、ぜひこの命がけの証言をそのメディア関係者こそ読んでいただきたいと思います。でこちら1月24日発売で、ただいま発売前、即重版、もう予約殺到で非常にありがたいんですけど、はい、なのでぜひ、お手に取ってみてはいかがでしょうか。